皆様、ハロモカ。プロジェクトシャベルのモカです。いよいよ明日がモカの活動2周年記念なわけですが、その記念すべき日を迎える前にみんなにどうしても伝えたいことがあって、モカの今まで活動してきての気持ちだったり、これからの決意だったりを話したいなって思ってこの動画を撮ってます。モカのわがままにお付き合いください。私はもともと声優事務所に所属してたんですけど、その事務所を辞めてフリーで声優活動をしている時にプロジェクトシャベルに出会いました。プロジェクトシャベルの目指す VTuber の形から声優に攻めていくっていう新しい挑戦に心惹かれて、絶対にこの道は自分の目指す声優としての道につながるって思って活動を始めて、モカが生まれました。活動当初はパソコンなんて全然使ったことなかったから、右も左もわからなくって、編集の仕方も全然わからなくって、いろんなサイト調べてなんとか編集したりとか、当時持ってたパソコンがものすんごく低スペックなもので、重いし遅いし、ゲーム配信なんてできるスペックのものじゃなかった。だからといって新しいパソコン買うほどのお金もその時はないしで、そんな難しい環境の中で自分にできることをめっちゃめちゃ考えて YouTube の生配信やったりしてて、本当に懐かしいなぁ。そんな最初にめっちゃもがきながらできたのが、定期配信でこの前やった絵画でアテレコとかなんですけどね。でもやっぱり周りがゲーム配信やったりしてるの見るといいなーって羨ましくって、ゲーム配信にね憧れがとっても強かったから、頑張って働いてやっと新しいパソコン買えて、やっとゲーム配信が自由にできるようになった時、めちゃくちゃ嬉しかったなー。あの喜びは今でも覚えてます。すごい憧れだったし、ゲーム配信始められるの嬉しかったから、だから今はゲーム配信がメインだったり多くなったりしてるのかなって思ってますね。そうやってモカがいろんなことに挑戦したいってどんどんやれることが増えたら、応援してくれるファンやリスナーの方もありがたいことに増えてきてくれて、普段のモカの生配信だったりツイッターでのリプやガチイベを一緒に走ってくれて、共に戦ってくれて、応援してくれて、すごい嬉しいことだなって思います。みんなありがとう。みんなの存在がモカが声優を目指すための糧になってます。そうやって今までみんなに支えられて活動してきたんだけど、そんなみんなに私は今まで言えなかったことがあります。そんなみんなにだからこそ、私はモカとしていつだって完璧な姿でいたかったから、絶対に弱音は吐かない、そういうところを見せない、マイナスな発言はしない、私が楽しむのも大事だけど、見てくれる人が楽しんでもらえるようなものを届ける、自分で決めたのなら必ずやりきる、どんなことがあっても常に笑顔でいる、今の今までずーっとこれを守ってきました。それって嘘の姿じゃんとか、あー裏あるんだとか、そういう風に思う人もいるかもしれません。でもそれは違うんだよね。私は必ず今言ったことは守ってやってきたけど、いつだって素の自分で自分が考えた言葉で届けてきたから、だから今までのモカは嘘偽りない本物だし、そしてこれからのモカも本物です。なんでそんなことする必要あるのかって思う人もいると思うんだよね。モカを聞きに来てくれている人みんな優しいから、弱音吐いてとか休んでとか言ってくれると思うの。本当にね、無理しないでとかめっちゃ言われた。その心遣いはとっても嬉しい。すごい嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、モカはやっぱりどこまで行っても表現者でありたい。 VTuber として声優としてみんなに夢や元気や癒しを届けられるような存在になりたい。本当は今日配信したくないなって思う日もあったし、 Twitter も自分がつぶやくのしんどいなって思った時あった。正直ね、聞くと嫌な気持ちになるつぶやきが目に入ることもしばしばあったし、誹謗中傷を時には匿名で何度も送られることもあったりして、最初からね、モカのこと嫌いな人からの攻撃だったら全然気にしないんだけど、中には今まで一緒に走ってくれて応援してくれた人から刃を向けられたりもして、辛かった。すごい悲しかったし、私が全部悪いんだ、私がいけないことをしてしまったんだって思って辛かった。いっそいなくなった方がいいのかなって思っちゃったりもして、一度考え出すとぐるぐる考えちゃって、何度も病んだ時期ありました。正直この活動をしていてこんな気持ちになるくらいならやめた方がいいんじゃないかって思ったし、やめたいってそう思うくらい辛い時期もあった。私実は結構気にしいで、すぐ傷つく弱い人間なんです。でも人一倍負けず嫌いなので、負けるもんかって奮い立って気持ちを沈まないようにしてました。でもね、今とってもマイナスなこと言ったけど、
辞めたいって思った時期もあったし、傷つくこともあるけど、どんなに辛いことがあっても、傷ついたとしても、絶対に私はこの活動を辞めません。だって私には叶えたい夢があるから。モカが声優としてアニメに出る。絶対にこれを叶えたい。だから私はぐちゃぐちゃになっても、どんなに辛いことがあっても、絶対に諦めない。どんなことをしても絶対に叶えてやるって思って活動してるし、そのためだったら何だってやってやるって、決意でここまで来ました。あ、でも、語弊がないように言っとくけど、どんなことをしてもっていうのは、モラルに関わることとか、他人を蹴落としてとか下げてとか、そういうことはしたくないよ。だから、活動内でたくさんの方に知ってほしいし、私を見つけてほしい。だから配信もたくさんするし、需要につながるような動画だって出すし、流行り物に乗っかれるものは何だってやる。わかりやすく言うと、ヤンデレとかはまあでもそうだよね。私とは正反対のキャラクターの企画が出て、今まで応援してくれた人は戸惑ったりもしたと思う。それが本当にあなたがやりたかったことなのって。そういったいろんな挑戦は、モカにとってはやりたいことではなくて、やりたいことへつながる道だったけど、その道でも出会えた人たちがたくさんいて、モカのこと応援してくれるようになって、新しい道に踏み出した結果、いろんな人に出会うことができたから、よかったって思う。いろんな角度から私という存在を認識してもらえるなら、それが夢につながる道なら、モカは何だってやるよ。大きい仕事を取るためには、今のモカのままじゃダメだと思ってるし、モカが目指している世界はそんなに甘い世界じゃないから、もっと知名度上げて、そのステージへ行ける存在になって、初めてチャンスをもらえる。私が飛び込んでる世界って、そういう世界なんだ。そんな中で挑戦した、オーディション系のガチイベはとってもありがたい存在でした。注ぐ努力っていうのは変わらないんだけど、掴めるチャンスがとても近い場所で、誰にでも権利がある。本当に素敵な夢の詰まったイベント企画だったから、参加資格を手にできたらまた挑戦したいなって思ってます。ガチイベ以外にもいろんな挑戦をまだまだしていくつもりです。どんなに辛くたって、なんか違うなって離れていく人が出ちゃったとしても、モカは絶対に諦めない。諦めたりしない。今まで活動してきて、モカのこういう気持ちや、思ってることをみんなに伝えてこなかった。言葉にしなくてもいいって思っちゃってたんだよね。でもやっぱり言葉にしなきゃ伝わらないし、私のやりたいこと、目指す夢、みんなに知ってほしいって思った。そのためにどういう気持ちでやっているのかっていうのも、ちゃんと知ってほしいって思った。中にはこれを聞いて、離れちゃう人もいるかもしれないけどね。今までいろんなこと挑戦してきて、時には不安な気持ちにさせちゃったこともあると思う。ごめんね。笑顔を届けたいって言っておきながら、泣かせてしまったこともあるかもしれない。ごめんなさい。それでも、みんなと作ってきた時間はとっても楽しかった。みんながこんなちっぽけな存在の私を見つけてくれたから、今の私がここにいます。だから、モカを応援してくれてありがとう。私を見つけてくれてありがとう。最初で最後のわがままを言わせてください。私を信じて一緒に走ってほしい。見たことのない景色をあなたに見せるから、モカがあなたと出会えてよかったって思うように、モカと出会えてよかったって、そう思えるような世界に連れてくから、モカがあなたを笑顔にするから。だからモカはまだまだいろんなことに挑戦し続けます。絶対に後悔させないから、転んでもくじけても一緒に走り続けてほしい。一緒に見たことのない景色を見に行こう。モカは絶対に諦めない。2周年記念ということで、これから3年目に突入するわけなんですけれども、ここまで来るのにいろんなことがあった。嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと。それでも今言ったモカの決意は変わらないから、絶対に諦めないから、そんな気持ちを糧に、もっともっと、もっともっと強い意志と決意を持って、絶対に諦めない、これからも戦っていく、走り続けていく、そんな気持ちでモカの大好きな歌を歌わせていただきました。モカがとっても尊敬してやまない方の曲です。この曲はいつも落ち込んだ時だったり、頑張るぞっていう時に何度も何度も聴いて、モカ自身何度も何度も助けられました。そんな私の大好きな曲を大好きなみんなに私の声で届けたい、ということでグレンゲを歌わせていただきました。今お話しした気持ち、これからの決意や希望、全部全部詰め込んでます。よかったら聞いてください。